阪神高速道路本校ではこれらを総括して、衝術する。阪神高速道路は、大阪市、神戸市とその周辺の地域に、路線網を有する総延長 294.7km の、有料の自動車専用道路。略称は、阪神高速、阪高、阪神。なお、阪神高速は、阪神高速道路株式会社の登録商標である。 道路法上は、一般国道、大阪府道、兵庫県道、または大阪市、神戸市の市道である。正式には、府道高速線などの路線名が付けられているが、府道、県道番号は付かない。地域高規格道路の計画路線に指定されている。阪神高速道路株式会社は、2005年10月1日、高速道路株式会社法により設立された。 道路関係4公団エーカにより、阪神高速道路公団の業務を、日本高速道路保有、債務返済機構とともに承継した。政府及び地方公共団体が、常時3分の1以上の株式を保有する、特殊会社で、当分の間政府から、債務保障を受ける。一方、営業年度ごとの事業計画や、社債の募集。 資金の借り入れについては、国土交通大臣の認可を要する。また会社は、機構との協定に従い、政令で定められた機構への出資金、補助金の中から、建設費の一部につき、無利しかし付けが受けられる。コーポレートスローガンは、先進の道路サービスへである。従来の阪神高速道路の範囲において、 日本高速道路保有、債務返済機構と締結した協定に基づき以下の業務を行う。いわゆる上下分離方式を採用した中での上に相当する。また、大阪市港湾局が管轄する大阪港サキストンネル及び夢先トンネルの管理運営を行っている。2008年9月に民営化直後の2005年10月から2008年3月までの3年間に、 渡り、約5億円の申告漏れを国税庁から指摘された。このうち、約1億5000万円については、意図的な所得隠しと認定され、重加算税など、約2億円を追徴課税された。この法人税の申告漏れ問題は、東日本、中日本、西日本の各高速道路会社でも判明している。2013年6月には5億9000万円の、 申告漏れを国税庁から指摘され、2億9000万円を追徴課税された。高架強行時にかかる費用を経費として一括処理していたが、大阪国税局の調査で、資本的支出と認定され、対応年数に応じて、経費を分散させる、減価消却の処理を取るよう指示された。京阪神地域におけるルート図。赤線が阪神高速。 8号京都線は2019年4月1日から第2京阪道路へ編入。上津波線部一部の6号山和川線は全線開通済み。首都高速道路と同じように右側車線での分合流が多数ある。日本の道路では一番右側の車線を追い越し車線、その他左側の車線が走行車線であるが、阪神高速道路にはこれが当てはまらず、 単に右側車線、左側車線と呼ばれる。しかしながら高速車が、右側車線、低速車が、左側車線を走るのは、他の高速道路と同様である。路線のほとんどが高架である。例外は、山地部や地下を通る7号北神戸線と31号、神戸山手線、山岳トンネルを通る32号新神戸トンネル、11号池田線の伊丹トンネル、 大部分が都市トンネルを通る2号淀川左岸線と6号大和川線である。また、13号東大阪線の南波急石付近では遺跡保護のため地上を走る。11号池田線の梅田出入口はビルを貫通する特殊な構造である。4号湾岸線と5号湾岸線と16号大阪港線が通る港大橋は日本第1位。 世界第3位の最大島町のトラス橋である。2階建て構造であり、上層の大阪市内方面を16号、大阪高線、下層の神戸方面を5号湾岸線が通っている。道路交通情報では、船場ランプはないにもかかわらず、船場を先頭に渋滞キ路、という表現がなされることがある。13号東大阪線の西船場 JCT。 東線場ジャンクション間は、船場センタービルの屋上に道路があり、この付近発生の渋滞の先頭はすべて、船場と表される。環状線を通じて、すべての放射線に渋滞が渡っていることが多い。以下の路線がある。一桁の路線番号は、基幹となる路線、10番台は1号環状線からの、放射線、30番台は3号の枝線の意味合いがある。 これは、スペインの高速道路で見られる、路線番号の付け方に似ている。道路、施設の老朽化が進んでいる路線は、毎年1路線選び、10から11月の1週間程度に集中工事を行うが、工事が行われる区間では、他の高速道路のような、夜間通行止め、終日車線規制というやり方ではなく、短期間で、 数多くの工事を集中して展開するための、スピードアップを図る観点から曜日、時間を問わず、期間中終日通行止めとしている。なお、過去には、ミニウェイを使い、車線規制なしで工事を行うこともあった。ただし3号神戸線の場合に限り、終日車線規制を行う場合がある。料金に車宿分は高速自動車国道と同じ、軽自動車等、普通車、 中型車、大型車、特大車のご区分である。2012年1月1日、料金券を撤廃し、ETC 利用を基本とする、大距離料金制に移行した。2017年6月3日午前0時から、阪神高速の料金区分体系を、高速自動車国道と同じ区分にし、それに合わせて、大都市近郊区間と調整する。 新たな距離別料金体制に移行した。端末区間割引11号池田線、13号東大阪線及び17号西大阪線のそれぞれ末端部分で実施していた特定料金は割引として2014年3月31日まで継続された。阪神高速道路は 路線間の接続を一般道路経由の乗り継ぎに依存している部分が少なくない。次に掲げる出入り口を経由して指定時間以内に通行する場合は1回の利用とみなす。乗り継ぎ券の記述は ETC 社以外についてのものである。右方向矢印は相互ではなく左側の出口で流出し、右側の入り口で流入する場合のみに限られる。 終了した乗り継ぎ2009年4月1日から高速道路利便増進事業を活用して割引が拡充された。日、時間帯の条件がある割引は入り口通過時刻が基準となる。2014年現在、ETC マイレージサービスは無期限、8号京都線の時間帯割引は2018年度末まで、その他については2017年度末まで、 実施予定となっている。2011年12月までは、阪神県の路線を、下記の3つの料金券に分けて、原則として、料金圏内は均一の料金としていた。内容は、2011年12月当時のものである。路線の末端部分や、料金券境には、特定料金区間があった。割引通行券いずれも、現金支払いの車のみが対象。 ETC 社は口述のように同等の割引があった。2011年12月31日をもって発売を終了した。廃止された ETC 割引、新神戸トンネル連続利用割引を除いて2011年12月31日をもって終了した。普通車の通行料金改定の経緯は可表の通りである。 阪神高速道路などの都市高速道路で採用されてきた均一料金制はネットワークが拡大するにつれて1回あたりの利用距離のばらつきが大きくなり利用程度に応じた負担という点で不公平さが増すなどの諸課題が顕在化しつつあった ETC の活用により大量交通の効率処理と利用区間の把握の両立及びネットワークの有効活用に資する 弾力的な料金設定も可能となることから、2000年11月30日の第101回道路審議会において、ETC 利用を基本とする新たな料金制度を導入すべきとの答申がなされた。2003年12月22日、道路関係4公団民営化の基本的枠組みについての政府、与党申し合わせにおいて、2008年度を目標に、 大距離料金制を導入することとされた。しかし、リーマンショックによる景気悪化により延期され、さらに自己連立政権から民社国連立政権による政権交代で計画は見直されることになった。当初の料金案外者発足から間もない2005年11月にパブリックコメントが行われ、両立31円、キロメートル。 ターミナルチャージ290円とする、大距離料金制の基本設計イメージが公表された。翌年3月の高速道路機構との協定及び、事業許可に、平成20年度以降の料金の額として乗るも、社会経済情勢、社会実験の結果等を緩和にし、長距離利用に対する料金に上限を設定する、等の負担軽減措置など、 料金の設定等について改めて検討し見直しを行うものとする。とされた。2006年12月2日からは ETC 距離別割引社会実験が開始された。内容は ETC 割引制度都市高速道路の距離別割引社会実験を参照のこと。2007年9月距離料金の具体案が発表された。この案では 多くの利用が単一料金圏内で完結する現状を踏まえ、また長距離利用負担の抑制の観点などから、料金券を当面存続し、阪神東線400円 -1200 円、阪神再線400円 -1000 円、阪神南線400円 -600 円とされた。導入延期しかし、原油価格の高騰などで、厳しい経済局面となり、 それを受けて2008年8月29日に打ち出された安心実現のための緊急総合対策で、対距離料金制の導入は延期されることになった。9月にはリーマンショックが襲い、さらなる対策として打ち出された生活対策により、阪神高速と首都高速においても料金引き下げが行われることになった。 同年12月の道路特定財源の一般財源化についての政府与党合意では生活対策による料金引き下げ後に上限料金を抑えた大距離料金制度を検討することとされた2009年2月24日に国土交通大臣同意がなされた高速道路利便増進事業計画では2011年度から2014年度までは 阪神東線6 0 0円マイナス800円、阪神西線、阪神南線4 5 0円マイナス600円、2015年度から2017年度までは、阪神東線5 0 0円マイナス900円、阪神西線400円マイナス700円、阪神南線4 0 0円マイナス600円という、体系が検討にあたっての基本として示されたが、工述のように、 政権交代後の計画変更で大幅に見直しされることになった。政権交代後の新たな料金案2009年8月30日に執行された第45回衆議院議員総選挙で高速道路原則無料化をマニフェストに掲げる民主党が勝利した。しかし、阪神高速と首都高速は無料化の対象外とする旨を選挙前から 総幹部が発言しており、2010年度から実施の無料化社会実験についての発表資料において、阪神高速と首都高速は対象区間の割合を示す分母からも除外されている。2010年4月9日、民主党政権主導で決められた新たな料金割引案が国土交通省から発表された。この中で阪神高速と 首都高速については、移動を阻害しているとして、料金券を撤廃し、加減500円、上限900円とする、大距離料金制案が示され、地方議会での議決を前提に同年末、翌年初め頃を目途に施行導入とされた。しかし、割引財源の一部を道路整備へ転用することから、特に、ネクスコ、本市高速で実質値上げとなる点が目立ち、 利用者のみならず与党内からも強い反発を受け、一旦廃案になった。2011年2月16日に発表された高速道路の当面の新たな料金割引では、阪神高速と首都高速については、前年の料金券なし500円マイナス900円安に地方からの意見を踏まえた新たな ETC 割引が盛り込まれ、 地方議会での審議期間を考慮して2012年から実施とした。2月25日から3月4日まで高速道路機構と高速道路会社6社による利便増進事業計画変更に伴うパブリックコメントが行われた。地方議会では大阪府議会で過半数を占める大阪維新の会が一時反対したものの会社の経営合理化などを条件に賛成に転じ 2011年11月7日までに全ての議会で可決された。そして、同月9日に事業許可の変更許可が降りて、2012年1月1日の対距離料金制以降が正式決定された。なお、協定及び事業許可においては、2005年度の対距離料金基本設計はそのままで、この料金制度は当分の間の 特別の措置という扱いになっている。月は、その方面行きのみ設置されている。2009年より、実証実験として、指定された出入口から一時的に高速道路から降り、高速道路外にある施設を、パーキングエリアとして利用できる、路外パーキングサービスを実施している。なお利用には、ETC 車載機を搭載した、k 二輪、普通車。 指定された出入口の料金所を通過し、降りる前と同一の進行方向を走行すること、1時間以内の利用の3つの条件を満たす必要があり、条件を満たさない場合は新たに走行料金が発生する。また施設の営業時間外には利用できない。2020年12月現在、以下の3つの施設が、路外パーキングエリアとして利用できる。 制限速度は湾岸線が時速 80km、北、神戸線が70時速 80km のほかは、ほとんどが40時速 60km 制限となっている。ありがとうございます。